はいえー、今回の愛媛大学奈美さんとの深夜のコソコソ話なんですけども優勢思想というねキーワードがあるんですよ優勢思想ね優れた人間だけを残して劣った人間はもう抹殺してしまえというのが優勢思想なんですよねあの実際に日本でもこういった法律が施行されたことがありまして人間の選別を行っていたというところがあります 最近でも話題になったのはね、出生前診断で遺伝子の検査をするそうなんですけども、まあ、遺伝子異常が妊娠中に分かるらしいんですよ。でそうなった時に、そのまま出産するのか、それとも中絶するのかという選択で、中絶を日本人の9割が選んでいるということでもあります。これは優生思想なんではないかなっていうことなんですけども、もろに優生思想になっちゃいますよね。自分が希望した子供ではないと。 したときに、その生命をなかったことにしてしまう,ってう。ねその。つまり、生まれてくるのか、生まれてこないのかを、愛すべき親に決められてしまうっていうことなんですよね。まあ、これについてはちょっとびっくりすることがあると思いますけどね、本当に。で、今回、ナ、え、ミ、ー、さんからね、自分の商品を販売する方法っていう動画が送られてきたんですが、なぜね、こういった動画になっていくかってことなんですけども、 やっぱり私たちはお金を出して商品を選ぶ際にいいものをより安く買いたいと思います。場合によっては自分が、あ、これは欲しいな。例えばベンツ、フェラーリ。いや、欲しいなと思った時にお金を出して買うわけですよね。かなりのお金ですよ。単なる車を移動手段と見る場合は、とてもフェラーリ3000万4000万出せませんよね。移動手段なら。でもそこには移動手段に留まらない 自分なりの価値を感じてその車を買うわけなんですよねさあちょっとね変な感じがしてきましたよね人間って生まれて死ぬっていう単純なことだけに目を向けるんだったら人間の選別なんてしなくていいんですよでも人間を産んで育てていく中でこうあってほしいなあああってほしいなっていうふうに思えば思うほど そうなりそうにない確率の低い子供が母体の中にいる時にこれどうしようかなーって悩んじゃうんですよねちゃんと歩けるのかな友達はできるのかな結婚や恋人はできるのかなついつい打算的にそんなことを感じてそれができそうにないなーといやそればかりか親としての自分に負担かけそうだなと思った場合にこういう風うな選択をするのは。 これもろに優先しそうで、すよねで、かたやね、今日 NHK 党の立花さかちゃんが、あの、少子高齢化に対して、ただ子供を産めばいいってもんじゃないと。優秀な子供を産んでほしいっていうような趣旨のことを言いました。これ、いろんな意味に捉えられるんですけども、私の捉え方は、産んだ後にね、お金をかければ高い確率で優秀な子に育つ。 優秀ななな大人に育つ可能性があるんじゃないかなそこに対して国から1,000万円ドーンと払ってみたらどうかっていうことだったと思うんですよ。じゃあ親がその1,000万円で事業をするにしても育児休暇を取るにしても子供への教育費生活費に充てるにしても結構な余裕が できると思うんですよ。1000万入るっていう風な見通しが立てばね。でも、子供が生まれてきそうです。お金がありません。何もしてあげられません。産むのはやめようかって選択になる場合もあるかもしれないんですよ。つまりは、考え方によってはね、優勢思想に立ち向かうために1000万円支給っていうことを、立花さんが言い出したんではないかなと捉えられるわけですよ。この深い意味ってのは、またね、 賛否両論が巻き起こりその後に多分説明があるでしょううーん折しもですね三崎裕太さんや YouTuber のヒカルさんがタッグを組んで賛否両論という番組をやってるんですよね第1回目はこれに与沢翼さんが加わって堀江孝美さんとの4社で賛否両論という番組が非常に面白かったこれをしていましたけども第2回目のゲストはなんと立花隆さんなんですよねもしかしかたらこの中で、 なんで生まれた子供に1000万っていう風なね、政策を考えているのかってことが聞けるかもしれません。少なくとも賛否両論の、いや、1000万配らなよっていう人は少ないと思うんですよ。いるとしたら、独身を選んだ方や、出産が難しい方に対しては、何のメリットもないやんみたいなことだと思うんですよ。でも、世の中の制度設計ってね、全員にメリットがあるもんではないんですよ。 一部の人にメリットがあるものをたくさん作っていきましょう順番に作っていきましょうっていう考え方なんで私としてはね自分には恩恵がないけれどもこの1000万によって恩恵を受けれる人がいるんだったら一人でも増えるんだったらいいよねっていう考え方なんですよついついね自分にメリットがなかったら不公平だって言ってしまうんですけどもさあこれも優生思想の一部なんじゃないかなと思うんですよ誰しも優れたものに憧れるしそれを求めます 踊った人間になりたいとか、踊った人間を求めてますっていう人は、なかなか珍しいんですよ。競争すれば勝ちたいし、一人も幸せになりたいし、もしかしたら、腕力をつけることによって、人よりも強い自分になって、大切な人を守ってあげたいと思うかもしれません。守るときには、優れた力、優れた能力、優れた財力、優れた何々、こういったものがなければ、 やられれてててしまって自分のの大切なものなんて守れなもんん守いですよねだからまずは強くなることそして優しくなること、まあ、北斗の拳のケンシロウが弱かったら北斗の拳は一貫で終わってましたよね第1話で終わってましたよやっぱり強いからこそユリアに愛情を注げたし強いからこそ困っていたいじめられていた町の人間を凶悪な野党からね守ってあげれたし 間違って暴走した、まあ、拳王様ね、ラオが、引く圧勢に立ち向かって、多くの人を解放したんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱりこう、なんだかんだ言っても、強くなければ選択肢が与えられないってところがありますんで、まずは、強い日本を作るためには、強い人がたくさんいないといけない。今、そのバランスが、どっちかというと、強い人がないがしろにされて、まあ、弱い人がね、相対的に弱い人が、 増えてきたのかなといわゆるね平和ボケって言葉もありますけどもじゃあ日本を守るために戦いますかって言った時に戦わないっていう選択もなんか多いみたいですよね。うん、まあ私はね私個人のこと言えばそういうことが起きたら真っ先に先頭に立っていく私はつもりはありますし、ね、自分の身を引き換えに守れるものがあるってことに気づいた時に心の底からね 闘争心ってのが出ての出きましたけどね、うんまあ守るものがなければとんずらこいてたでしょうけどもね、まあ、強さってのは精神力の強さもあるしお金の強さもあるし知恵の強さもあるし腕力の強さもあるしいろいろあるんでしょうねとりあえず強い人間が優れた人間というふうに考えてみていいんじゃないかなと思いますね、うん、さあじゃあどんな感じでしょうかね えー、まだまだ考えのまとまらないところありますけども、今日はこの辺で。うん、綺麗じゃなかった。